はい、それでは今回皆様ようこそおいでくださいました。自分の脳の中で何が起こっているのかということをもっとよく、はるかに高いレベルで理解して人生を思い通りにするセミナー講師の令和の坂本龍馬こと澤茂美と申します。今日はどうもよろしくお願いします。3週連続でね、1時間ずつ ありがとうございます。拍手ありがとうございます。私これちょっと今喋ってる関係ですね、全員のお顔は見れてないんですが、なんかリアクションとかしていただけるとですね、私も励みになりますんでよろしくお願いいたします。セミナーが終わった頃には何が得られるか、それは我々の脳の中で一体何が起こってるのかっていうのが今よりもはるかに高い次元で理解できるようになります。これはですね、哲学者トップの哲学者と同じレベルで全部は知りませんが、そのくらい本質的なことを今日はお話しした上で、しかもね、なんか難しい言葉とか聞いても分かんないじゃないですか。それがへーっていう感じで分かって、かつ自分の人生が自分の望む通りになるように、つまり自分自身を教育できる、自分自身を導くことのできるリーダーになれるんですね。他の人導くのよりも簡単ですよ、自分導く方がね。ということで3週連続でやっていく、その第1回目、最も本質的なお話をさせていただきます。さて、後から入ってきた人はですね、この問題ができません。残念です。この問題簡単すぎますかね。この問題これね、答え聞いたらびっくりしますよ。はい、問題。自分の母親、自分がいるってことは必ず誰かが産んでくれたので、今はね、一緒にいなかったりすると思うんですけど、私の母もね、もう10年前に他界してしまったんですけれども、母と話したことがありますかという問題です。ねえ、皆さん、大体ね、バカなんじゃないのか、この質問してるやつは。ねえ、日本じゃなくて、もう本当に0歳とかでもう、捨てられちゃった人でもね、ない限りはもう話したことあるだろうってね、思うじゃないですか。ここなんです。我々が当たり前だと思っていることを疑い尽くしても、それでも疑えないこと、これが真実ですよね。じゃあ、この問題疑ってみます。ね、皆さん、はい、この中で、母親と話したことある人、ありがとうございます。もう全員手を挙げました。答えを言います。答え言いますよ。あなたは、生まれて一度も自分の母親、父親でも誰でもいいですけど、今私と話してるかもしれませんけれども、一回も話したことがありません。そんなわけないだろ、バカなんじゃないのかと言って、今ここでチャンネルを切らないようにしてくださいね。ここからが面白いんですよ。はい、答えを言います。我々は今まで一度も自分の母親、まして今目の前にいるこの私とも話したことがありません。じゃあ証明しますよ。証明します。簡単に証明しますよ。もうめちゃくちゃ簡単に証明します。はい。じゃあ今私と話してるような気がしますね。まあちょっとね、交互に話してないよ。だから話してないよじゃなくて、まあ今私の話を聞いてるとします。聞いたこと言ってると思うんですけれども、これは、まあ面と向かって別にズームじゃなくてもね、私の声からこう、音がこう流れて、空気が振動して自分の耳に入って、それで自分の耳から脳にこんな何かしらの電気信号が伝わって、それで、話してるなって思って、それで自分が話したらまたそれが相手に伝わったりしてるように感じてるのかもしれませんけれども、実はそこで入ってきた脳の電気信号どうなってますか。ですね、例えば私がこう言いました。はあはあ、なるほど、私は日本語知ってるし、その澤さんという人もどうやら日本語喋ってるようだ。日本語を喋っていて、まあ、私の経歴とかを知ってる方はですね、澤さんだったらこの言葉を使ったらおそらくこういう意味なんだろうな、ね、お母さんはいつもこういう時にこういうことを言ったらこういう意味なんだろうなというのを自分が頭で考えて、その自分と話している。つまり頭の中に作り上げた母親の像というのはイメージのことですね。で、例えば勉強しなさいと言ったら、勉強という意味はこういうものだっていうのはどこにあるんですか。そうですね、私の脳の中にありますね。私の脳の中にある勉強という言葉としなさいという言葉を聞いて、お母さんはどうやら勉強しなさいと言ってるようだというふうに自分の脳の中に浮かべたイメージと自分の脳が話している。これ以上の事実はないんですね。つまり、だから誤解が生じるんです。私はそんな意味で言ったんじゃないのにじゃないんです。相手が受け取った意味というのは、おそらくこの人は怖い人で、怖いこの人がこういうふうに言ったというのは、過去の経験から自分の脳の中にある日本語の概念やこれまでの知識、経験によると、おそらくこういう意味だろうと言って、それがたまたま合致したときには合意が生まれますし、合意が生まれなくてもお互い、うん、そうだよね、その通り、同意とかって言っても、実はよくよく詰めていくと中身同意してなかったりしますよね。これはどこまで行っても相手と話しているのではなく、自分の脳の中にある相手の像、イメージと自分の脳が話しているということなんです。まあなんかね、うん、分かったと。なんか分かったけど、いや、でもやっぱり目の前に人がいて話してるんでしょ。まあ今は Zoom ですけどね、これ別にリアルで目の前にいても変わんないんですよ。どこまで行っても、英語の翻訳をしようが何しようが、自分の脳の中の相手の像、イメージ、ね、今、私がここで何か喋ってるっていうイメージを持っていらっしゃいますね、皆さん。そのイメージと、このまあ、私のこと知ってる人はそこにこう付随するイメージがあるわけですよ。でね、昔自衛官だったあの人だとか、今はいろんな映画のプロデュースをしているあの人だとか、そういうイメージとくっついた私の脳像と、おそらくこの人はまあ、大学院で哲学とかもされたので、それなりのことを分かってて喋ってんだろうなっていう知識がくっついてる人もくっついてない人も、とりあえず今のこの日本語を理解して、自分の頭、そうです、あなたの脳の中で私が喋っているんです。これはですね、どこまで疑っても疑いきれないんですね。だから、はい、私と話したことありません。まあまあ、本当に話したことない人もいるかもしれませんけどね、Zoom で今話してるのも、実は、自分の脳の中でこの言葉を解釈して、おそらくこういう意味で言ってんだろうなっていう相手と自分の脳が話してるんですね。なぜこんなことを話をしたのか。実はですね、私仏教も今やってまして、般若心経の中にこんな言葉があります。無限に微絶心に、これね、限に微絶心にっていうふうにこう書いてあるんですけれども、これは何を言ってるのかっていうと、限っていうのは目、視覚のことですね。で弦っていうのは聴覚、ね、嗅覚、味覚、触覚ってあるんですけど、普通五感っていうじゃないですか。でも仏教では釈迦はすでにですね、5個じゃないよ、6個だよって言ってるんです。無限に微絶心に、にってこれ何ですかって、これ意味の意ですね。意味の意、この意味の意は脳ってことなんですよ。つまり我々は自分の脳からもインプットを受けてるってことなんです。視覚や聴覚だけじゃなく、だから五感じゃないんです。脳も入れたら、まあ六感、まあ、それは脳がね、処理してるんで、もう自分で考えてるだけなんだろうってありますけど、皆さん思いを起こしてください。一日何回悩みますか。まあ、例えばね、足を踏まれました。ね、電車に乗ってて足を踏まれて、ちきしょー、いでー。でもね、まあ、隣の踏んだ方が女性だったので、まあ、別に男性でもいいですけれども、まあ、痛くないですよみたいな顔してやりますと。でもなんかハイヒールでね、ごっつい痛かったと。痛いと、まあ、その時はね、本当に踏まれて痛かったのかもしれないですよ。でもね、こう帰ってね、その後、くそ、あの時やっぱり文句言えばよかったとかね、なんかことあることにね、意味もなく思い出して、別に踏まれたことじゃなくてもいいですよ、上司に怒られたことでも何でもいいですよ。ことあることに思い出しては、くそとか、あの野郎とかね、まあ、そういうことを思ったりしている。これ、何やってるんですか。そうです。あなたが好き好んで怒ってない現実を頭の中に、もう一度起こして、それを何回も、まあ、気持ち悪くなったり、まあ、場合によったら気持ち悪くなって、ね、あ、これでよかったみたいなのあるかもしれないですけどね、場合によっては何回も何回も頭の中で入力を繰り返している。これがいいですね。だから意味っていうのは脳の味のことを意味っていうんです。で、意っていうのは脳なんですね。無限に微、まあ、無っていうのはないってことなんで、限に微絶心にっていうふうに、まあ、般若心経ね、興味ある方はまたそれについてまたお話しますが、今日はしません。限に微絶心にってありますけど、我々の一番大切な入力は、しかも四六時中、人によってはたった1回起こったことを100万回くらい脳内でぐる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 回して、ああ今日も、あ、気がついたらまたあの時みんなの前で8回ったことを思い出してたとかね、あ、気がついたら、うわ、初恋の人に振られた時のことを思い出していた、まあ、それは甘い思い出かもしれませんけどね、やってぐる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 、要はたった1回の経験を何千回、何万回の経験として脳にインプットするという活動を行っているのが、これは仏教でいう煩悩ですね。煩悩、邪念とかね、まあ、100やつあるとかって言われてる煩悩っていうのは、こう考えて意味のないマイナスのことを考え続けて、自ら地獄に落ちる行為で、逆のこともできますよ。まあ、たった1回しか起こってない、もしくは1回も起こってないことを頭の中でね、延々と思い浮かべてこう幸せな気分になるとかね、ありますよ。嵐のトップ櫻井君とかね、ああいう方とこうデートしてるイメージをしてる、うわ幸せだって夢が叶ったってね。まあいいです。とにかく人間は常に自分の脳と以外会話してないというこの事実、まずここを知っているか知ってないかによって人生が変わります。これ本当です。人生が変わるんです。なぜならば人生とは自分の脳の中で起こったことだからなんですね。まあちょっとその深い話は、もうちょっと哲学的な話は先に行ってみましょう。この話を聞いて何を感じてどう自分の人生に生かすのかっていうのを30秒ずつでね、短いんですけど3分間ブレイクアウトルームで言っていただきます。まあ、軽くですね、ニックネームとかでもいいんでシェアしてください。皆さんよろしいですか？ Let's go！ はい、皆さんお帰りなさい。どうもありがとうございました。シェアしていただいた方、本当感謝です。これね、参加型ということでやってまいりますが、それではですね、ここで自己紹介をさせていただきたいと思います。初めての、ね、方もいらっしゃるんで自己紹介させてください。令和の坂本龍馬こと鬼蝮澤茂美と申します。普段はですね、こういうひげとか和服で、電車に乗ったりですね、マスクしてますけれども、やってこの日本文化を世界に伝えていく活動っていうのを今やってまして、そのうちの一つ、映画っていうのをやりますが、東京国際映画祭のオープニングレッドカーペットも飾らせていただきました。そしてですね、今度またフランスでやる映画祭にノミネートされております。この映画はですね、日本映画としては珍しく世界配給が決まりました。これはジェン・サンパンチ、義足のボクサーという実話に基づいた物語です。まあ、こういったことを、まあ、私のやっているその日本文化を世界に発信するっていう活動の中のその一つ、これはフィリピンと日本の共同合作なんですが、そういうことをやっています。じゃあなんでそんなことをやってるのかっていうと、私は日本が大好きで、それまでは陸上自衛隊にトータルで24年間幹部自衛官として勤務していました。隊長もやったことがあります。140名の部下隊員の命をお預かりしてですね、二等陸佐という、まあ、海上自衛隊で言えば、艦長クラスですね。艦長クラスのところまで出世をさせていただきました。そして陸上幕僚幹部、昔で言えば大本営みたいなところですね、とか防衛装備庁っていう、まあ、国の施設の、その、まあ、内局とかその予算とか日米共同開発とかそういうところを司るところで、バリバリやらせていただいてたんですが、そこであることに気づいたんです。日本の科学技術、今世界どうですか？アメリカと中国の二大巨頭の前に日本はどうですか？そうですよね。これをどうにかしたいっていうふうに思ったんです。なぜならば私は東京工業大学の知能システム科学という人工知能を研究する、博士課程にまで行かせていただいてですね、まあ、残念ながら博士は取得できなかったんですけれども、そこで人工知能、人間の脳の勉強をしていました。この知識を生かして、どうしても今そういうことをやりたいと。そのために今できるチャンスが、つまり時代で言えばまさしく幕末が来ているということに気づいたわけです。この時に私は国家公務員というこの安定の職を辞して、自分でこれを社会に対して価値を提供していこう、それによって私はこの日本のために役に立つんだという立身出世、これ立身ついたわけですね。それをやったのがちょうど3年弱くらい前、2年半くらい前ですかねに防衛大臣の許可を得て退職することが許されたわけですね。そこから私は毎日すごいことが起きています。で今は不動産によりファイナンシャルフリーを得て、自分の時間を全部使ってそういう映画とかですね、本当にやりたいこと、本当に自分がなすべきこと、まあ、坂本龍馬になってですね、やっていくってことで今やっています。その中で気づいたこの考え方、いろんな方にお話ししてきました。人生が変わったと。だったら一人でも多くの人に伝えようじゃないかということで、今この草の根活動として、また自分のですね、セミナー技術の向上として、このセミナーをやらせていただいております。それではですね、一人だけ、ブレイクアウトルームで、話した内容についてシェアいただきたいんですけど、どなたか、お手を拝借。はい。自分の人生にどう生かすのかってとこ、観点から考えてくださったんですね。ありがとうございます。高橋さんに拍手。ありがとうございました。はい。で、自分の脳で何が起こってるかというのが分かって、だからどうしたってね、多くの人は思うわけですよ。目の前にいる人と話してない、自分の脳の中と自分の脳が話しているんだということに気づいたからといって、だからどうしたって思うわけです。なので次の問題いきたいと思いますね。はい。この問題に答えがあるとしたらどうですかね。皆さん嬉しいですか。実はですね、これあるんですけれども、これちょっとね、もう少し説明しないと、これ説明してもね、こいつ何言ってんだって終わっちゃうので、もう少し説明させてください。はい。それでね、皆さん、次の問題です。どんな人間にも共通の必ず反応する言葉っていうのがあるんです。これ何ですかね。例えば、ね、よく思いつく。バカバカとかね、こう言われたら、なんかね、おって反応しちゃいと思いますけど、自分のことバカだと思ってる人はバカバカ、おそう、みたいな。ね。いや、あなたにはこういうトラウマがあってってね、言ったら反応するかもしれませんけれども、でもそういうトラウマない人は反応しないですよね。はい。実は誰でも必ず反応する究極の言葉っていうのがあるんです。まあ、それはバカにされたりとか怒りを誘発する言葉だったりじゃないんですね。それはその人の状態、まあ、怒ってるときは反応するかもしれないですけど、怒ってないとき反応しないかもしれませんね。でも飲んだときでも反応する言葉。まあ、本当はね、これすごいワークとかやりたいんですけれども、まあ、いきなりもう答え言っちゃいますね。時間が1時間しかないので今日は。答えはですね、あなたの名前です。めちゃくちゃ雑踏の中、まあ、渋谷の交差点でもいいですよ。もう例えばね、さっきの高橋さんがね、おい、高橋智正、おい、高橋智正って、ね、誰か叫んだら、他の人は反応しません。ね、なんか騒いでるな、これ。でも、本人、ってこうなります。ね、自分の名前呼ばれる。ね、おい、沢、ね、私なんかね、よく、沢去りながらとかって、こう、皆さんなんかスピーチで言ったりしますけど、そのために沢ってね、反応したりしますけれどもね、自分の名前ほど反応する言葉っていうのはないんですね。これはなんでかっていうと、小さい頃から、ね、例えば、めいこちゃんとかね、まいこちゃんとかって、こう、お母さんから言われて、そのたびに反応することによって、自分が生きる確率が高まるとかですね、いいことが起こるとか、痛みを享受しなければいけないとかですね、まあ、そういう経験を通じてきたわけです。なので、一番自分に反応するのは自分の名前。だからどうした？人間は自分のことにしか興味ないんです。なぜならば、興味とは脳が作り出している反応だから。自分の人生に関わること、これしか興味ないんです。はい、じゃあ高校の時科学が得意だった人、シーン。なんで高校の科学とか人気がないんでしょうね。科学って化学とかです。まあ別に何でもいいですけどね、日本史でも社会史でも。それはですね、一言で言います。サクサルエニルアニンの合成式とかっていうのは、まあ、わかんない、そういう物質があるか知らないですよ。それ知って何になるの？自分の人生に関係ないでしょってことなんですね。でも、科学者になるぜとか、人によってはですね、明日あなたは東京ドーム5万人の観衆の前で、そのサクサルエニルアニンの化学合成式を発表しなければいけません。はい、東京ドーム来ました。5万人の観衆、ピッチャーマウンドからウィーンってあなたが出てきて、うわーっと5万人の観衆を見て、うわ、5万人の観衆、音圧がすげえってこう思いながら、受けて、はい、それでは皆さんお待ちかね、このサクサルエニルアニンの合成式を説明します。うわー、待ってましたってもし来たら、あなたはどうですか？それ合成式覚えますか？そうですね、もう多分一瞬のうちに覚えますね。もう、うわーってもう大変だっつって、いや、これ覚えたらすげえぜっつって、そうなんです。覚えるか覚えないか、脳が反応するか反応しないか、脳の記憶に残るか残らないか、これは一言で言います。あなたの人生に関係あるかどうかです。だから私はさっきシェアから来ました。この聞いたことはあなたの人生にどう関係しますかと。あなたの人生にどう関係するのかということを考えながら以外の知識というのは全部消えていきます。全部消えていきます。昨日の、いやまあ一昨日でもいいですよ。晩ごはん何食べましたか？全部消えてます。まあそれはね、調べたりね、あそこにいたから、そうだ、あそこは中華の店だからとかって、たどれば思い出せますよ。でも、小学校の時にみんなの前で恥かいたなとか、初めての告白の相手に告白した時はこんなセリフだったな、周りはこんな状況だったな、相手はこんな服着てたな、そんなの覚えてますよね。それなんでですか？あなたの人生に関係あるからです。もっと正確に言うと、感情、感動と一緒に入ってきた情報、これしか人間は記憶しないんです。だから恥かいたなも覚えてますね。なぜか。別に忘れればいいのに。感情と一緒に入ってきた記憶だから。で、授業中ボケーっとしてた時のやつ全部忘れてますね。それを感情と一緒に入ってきてないから。これがあなたの脳の中で起こっている一つの大切な事実なんです。これはですね、もう説明すると長いんですけど、大脳辺縁系というところからこう入ってきたやつと、その時にあったの大脳皮質での情報がですね、こう一緒に入ってくると、こう海馬のところで記憶に残るっていう、そんなメカニズムはどうでもいいです。記憶と感情と一緒に入ってきた情報だけが残る。しかも強い感情であればあるほど長いこと残る。だからボケたおじいさん、ボケたおばあさんとかは小さい時のなんか嬉しかったとか悲しかった記憶とか、今自分がバカにされてるんだな、おじいちゃんどうせ言っても分かんないに質問しないでよとかって言って、ね、それを忘れますよ。忘れるけど、その感情の時のムカついたっていうね、なんかその記憶だけが残るわけです。介護やってる方はね、よく分かると思いますけれども。だから感情と一緒に入ってきたものだけはなんとなく嫌だったとかっていうのは残るわけですね。はい。なので、自分の名前が最も反応する言葉なんです。なぜならば、自分の人生に最も関係のある、誰に例外もない言葉だから、すべて自分の名前。だからですね、自分の言葉と思考っていうのは同じものですね。頭の中で処理される電気としては同じです。それがこうベロを動かす筋肉になって伝わってくるのが言葉であり、もしくはそのウェルニッケアとか、この辺言葉を支配する場所があるんですけれども、そこにのその言葉に対応した、例えば好きとか感謝とかね、そういうのに対応した細胞があって、そういうところに電気が流れるってことと、それを考えるってことは同じなんですね。その言葉を一番聞いているのは誰ですか？そうなんです。自分自身なんです。他の人から言われた言葉もね、1回しか言われてないのに、自分の頭の中でさっきも言ったように、あなたはね、そういうところがあなたの悪いところなのよみたいに言われたとします。ね、それを帰りの電車の中でね、大体100回くらい回してますからね、普通の人ね。ずっとそこの脳のところに電気を流してですね、言葉、つまり思考をして、それを延々と聞いてるんですね。その人1回しか言ってないのに、自分はその言葉を100回くらい聞いてるだけじゃないですよ。自分で言ってるんですからね、そこに電気流してるってことは。言葉にした方がより、もう一回自分の耳から聞くんで強力ですけれども、頭の中でね、回してるだけでも言葉を聞いてることになりますんで。なので、言葉を気をつけなきゃいけないんです。ということでですね、これ、今の知識はまた後で使いますんで、先にちょっとここを説明させてください。これまた別の話題ですけれどもね、そのさっきのなりたい自分になる方法っていうのがあるんですけど、これはですね、この世の中は、こういうふうになってるっていう普遍の原理原則、つまり、物を手を離したらボンって落ちる、これ重力があるからですよね。この世の中に重力があるのと同じ法則として、この世はレストランという法則があるんです。これもう絶対そうなんです。必ずそうなんです。例外はないんです。じゃあこれ、この世はどんなレストランなのか。本当はね、この問題も1時間くらい議論したり考えていただくんですけれども、私のセッションでは。ここはね、もういきなり答え言っちゃいますよ。じゃあ普通のレストランどうですかね。はい、お店に入りました。なんかいいお店だなとか言って、はい、メニュー見て、メニューこんなんなんね、中華ね、みたいな。はい、じゃあ、エビチリと、なんか麻婆豆腐くださいと注文するわけですね。欲しいものを注文するわけです。欲しいものを注文すると、店によってはお金は先払いか、後払いかありますけど、先払いで払ったとして、で、そしたら出てくる。はい、これがレストランですね。で、食べても食べなくてもいいわけです、出てきたら。大体食べますけどね。つまり、注文したら、お金を払って注文したものが手に入る。これが普通のレストランですね。はい。この世も同じレストランなんです。ただ、ちょっと違う。この世はですね、注文したら注文したものが必ず出てくるレストランなんです。俺に一回も出てきたことないようじゃなくて、こうなってるんです。大体多くの人はですね、注文してない場合が終わりますね。はい、席に座りました。それは生まれたってことです。この世のレストランに入ったってことは生まれたってことですね。これ生まれて席に座ったんだけど注文してない。これ出てきませんね。料理出てきません。いつまでたっても。まず注文してください。注文というのは、明確に具体的に、肯定的に決めるっていうのはいいですね。麻婆豆腐食べたいでもいいですよ。はい、注文決めました。そしたらこの世というレストランですね。この世ですよ。レストランなので、注文したものが必ず出てくるんです。ただその時に払うものが違うんですね。普通のレストランはお金を払うじゃないですか。この世で払うものって何だと思いますか？はい、この世で払うものは行動なんです。行動。行動を払うと必ず注文が出てきます。例えばそうだね。なんか、これを売りたいなと思ったら、その売るための行動をね、ホームページに書くとか、隣の人にどうですかとか言うとかって、ね、ベロを動かして、筋肉を動かして行動したわけですよね。そのものを持っていくとか、言葉を喋るとか、話しかけるとか、行動しました。で、ダメかもしれないけど、行動し続ければ、その大変なもの、このように加える変更が大きければ大きいほど、より多くの行動を要するという、ただそれだけです。ここにどでかいビルを作りたいなと思ったら、そのための行動を一つ一つしていったら、当然、それは大変ですよ。この目の前にビルを作るとかね。大変ですけれども、それのための行動をすれば必ずいつかそうなります。ただ、このように及ぼす変更が大きいので、それを払う行動も大きくなります。レストランでも同じですよね。価値あるものを注文すれば、もう高いお金がないからできないとか、今はまだそのお金がないとか、今はその行動ができないとか、そういうことですね。つまり、自分がどうじゃないんです。どれだけ行動したかだけです。注文したものが出てくるっていう世の中なんですね。それがこの世のレストランの普遍の法則です。もし違うというんだったら、後で議論しましょう。必ず行動の積み重ねでこのように変化が加わって、たどり着きます。生きてる間にたどり着ける夢かどうかは別ですよ。ね、それ変更が大きすぎて、100年の人生の間の行動では終わらなかったってなるかもしれないです。で、それでも例えばできる人に頼むとかですね、いろんな行動によって、成し遂げることができます。ということでですね、なりたい自分になるための方法は、なりたい自分っていうのは一体何ですか？それはこの世における成果ですね。こうなりたいってことですから。ちなみに心の中は自分の自由なので、こういう考え方の人間になりたいっていうのは、もう一瞬のうちに自分がそう思えば、脳の中に電気を流すことによってそうなりますね。脳の至るところにそうじゃない考え方を持っている場合には、その全てを書き直すのに相当な時間、つまり電気信号がかかると思いますけど、ちなみに行動っていうのも本当に分析して言うと、行動の正体とは一体何か、筋肉に電気を流すことなんですね。つまり結局どこまで行っても自分の脳の中の電気信号の話だっていう話を私はしてるわけなんですけれども、行動とは筋肉に電気を流すこと、もう一つあるのはホルモンを出すところに電気を流すことなんですね、自分の体の。これ細かいんでいいです。筋肉を動かせばベロが動きます。そうすれば音が出るし、手が動いたり物が動いたりするわけですね。それの繰り返しなんです。そしてそれは習慣になってないと、たった1回やっただけでこの世の中の変更っていうのはなかなか起きませんので、習慣化することが意味あるんですね。ユダヤの中では習慣、人生は習慣の連続体だということわざがあります。習慣以外は使い物にならない。ね、歯磨いてますか？磨いてるんですか？はい、磨いてます。いつですか？10年前です。ってこれ意味がないわけです。ね、もう今歯がボロボロですみたいな。だから歯磨きっていうのを毎日やるから、習慣化されてるから意味あるんですね。例えば、ちょっと営業の人だったらお客さんに声をかけるとか、もうその声をかけるときに気持ちがいいとか、声をかけるときに気持ちが悪いとかって、気持ちがいい習慣を持っている人はなんぼでも声がかけられるわけですね。なぜならばお客さんに声をかけること自体が自分の幸せだから、その人に貢献してるっていう心、考え方を持っている人はそういう行動がすらすら出てきて、習慣化されるわけですね。習慣化されるから何回も行って、自動的に何回も行って、この世の中が変更されていくわけです。はい。それでは、ここが今日の話の山場になります。なぜ私たちは今の私たちになったのか。だって10年前、例えば10年前もっとね、学生だった人は、ね、お医者さんになってるとか、弁護士になってるとか、会社の社長になってるとか、10年後のなんかいろんな夢がありますよね。私はこれからなりたい自分になる話をします。でも、今なりたい自分に慣れていないのであれば、それは私たちが今の私たちになった理由っていうのをよく分かんなければいけませんね。なぜなりたい自分になったのではなく、今の自分になったのかの話です。じゃあね、ここにね、10年前の、10年前、自分がいたとします。で、時間は下から上にこうやって流れていってるような気がすると。で、10年前のある日起きました。今日もよく寝たなと。しかし、まだちょっと眠い。目覚ましが鳴る。はい、起きるという選択肢と、スヌーズにするっていう選択肢があったと思います。スヌーズって目覚ましをポチって押して、5分とか9分後くらいにまた鳴るような設定ですね。はい。で、そこの10年前の自分、10年前起きた時の自分を思い出してください。そしたらこういうことがあったわけです。で、その時に目覚ましを止めてもサクッと起きて、よっしゃって言って、例えばテレビの前に行ったら、テレビをつけたと。例えばですよ。したら、あるニュースが流れてくるのか、やっぱテレビを見ないで、なんかトーストとか牛乳を入れるとか、なんか、いろんな、一秒一秒、我々は何かしらの選択を迫られていますよね。いやいや、そんな迫られてませんっていう人も、なんか行動したってことは、今ここにコップに手を伸ばすのか伸ばさないのかっていうのを考えた末に、やっぱ伸ばすとか、やっぱ今はいいやとか、ズームに行くのか行かないのかとかって決めて、これを1秒1秒やってるんです。右足を前に出すのか、左足を前に出すのか。眠いと思うのか、まだ眠くないと思うのか、それも選択ですよね。じゃあ、例えばここでスヌーズを押した人はどうなりましたか？スヌーズを押した人はこれまだベッドの中ですね。1秒後もベッドの中で、で、またスヌーズを押すか、ちょっと起きるかみたいなのがあるわけです。もう一回スヌーズを押しちゃった人は、ここでまたスヌーズを押すのか、寝るのか、起きるのかみたいなのがあるわけです。そうですね。こうやって時間がどんどん冷酷に、時間ほど残酷なものはありませんからね。必ず何が起きても、どんなに願っても、無慈悲に過ぎていきますね。で、この起きた人はここであるニュースを見たわけです。おお、なるほど、このニュース使えるなと。でも、ここに行った人、ここからニュース見ようかなと思ってるんで、このニュース見れなかったんですね。そうですね。で、このニュースを見た人は例えば会社に行ってからそのニュースを知ってたか知らないかで、その人の人生がちょっと変わりました。で、この人はそもそもニュース見ないで牛乳飲んで、で、この人は牛乳飲まないでもうすぐに会社行っちゃうのかもしれません。このように1秒1秒でその次にやってくる未来が変わってますね。これ確実に変わってます。そして今日も、ズームリンクもらったけど行こうかなとか、いや、やっぱ行こうとかね。いや時間通りに、いやいや、耳だけとかね、これ全部選択してるわけです。誰が選択したんです？そうです。あなたが選択したんです。なぜ選択したんですか？ここが大切。なぜそれを選択したんですか？もう、ここね、考えてもらうところなんですけど、いきなり答え言います。それが最良の選択肢だという価値観を自分が持っていたからなんです。もう一度言いますよ。それが最良の選択肢だと思う価値観を持っていたからなんです。はい。じゃあ10年前の自分がいました。10年前の自分がね。で、ここが10年後だとしましょう。10年後、今ですね。10年前から10年後なんで今。したら、10年前はこの2022年に、例えば大社長になっている自分がいたっていう夢を持っているかもしれません。例えば、お医者さんになっている。ね、学生じゃなかったらね、お医者さんとかないかもしれないですけどね。弁護士になっている自分もいたかもしれないし、場合によっては、もう悪い選択肢を選びまくって、ね、ひょっとしたら、ヤクザとかね、ひょっとしたら、なんか悪いことを詐欺師とかね、なってるかもしれない。その10年前から今を見たらわからないわけです。でも、この辺になろうかなと思ってたわけです。人によってはね、政治家になるんだってもう言ってる人もいるかもしれませんよ。それか、なんか、資産は10億円ある自分とかね、資産100億円ある自分とか、じゃあなんで、今、もう10億円あるからこれはできてるんだっていう人もいるかもしれません。なんでこの人にならず今の自分、今の自分この人だとしましょう。になったのか。いいんですよ。これがなりたい自分だったと、もう心の底から、10年前になりたい姿は今の自分だったんだと心の底から思ってる人は、もう本当に素晴らしい価値観を持っています。でも、じゃあなんで今これにならなかった、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 これになったのもうひょっとしたらね、もうすごい悪い選択肢を選びまくって、ひょっとしたらもう死んでるとかね、もう途中で東京湾の餌に、魚の餌になってるとかね、この辺でもうぐじゅぐじゅって途切れてるかもしれない。いいですか？このギザギザがこうやって毎日1秒1秒こうやって選択肢を言って、あ、これいいな、いいな、やった、やった、うわ、間違えた、いや、ダメだ、いや、資産だ、うわ、どうしよう、でもいいや、いいや、あ、いやってやって、1日に大体、6万回くらい選択肢があると言われています。1秒に1回ですね。1秒に1回だと1日大体、なんか3万、起きてる時間3万秒くらいなんで、3万回なんですけど、脳の至るところでいろんな選択してるんですね、我々は。ここ詳しく言いませんけども、右脳と左脳でも別の結論を出してたりするんですよ。そのうちの一つが自分の意識に上ってるんですね。よく脳梁っていう脳の半分を右脳と左脳をつないでるその脳梁っていう線があるんですけど、そこを切らないといけない手術をしてしまった人とかだと、右脳と右脳と左脳って考えてることが違うんで、右手でボタンをはめながら左手でボタンを外したりして、あれなんで俺ボタン服を着ようと思ったらなんで着れてないんだみたいなことが起こるわけです。それは記憶に残ったり意識に残ってるのがどっちか一方だからですね。つまり脳のあちこちでいろんな判断をしてるっていうのが明らかになってるわけです。自分の意識っていうのはただそれが統合されて一つの記憶としか残ってないので自分に一貫性があるように感じてるわけですね。だから矛盾することいっぱいやってるわけですよ、我々は。ということはですね、1日に大体6万回くらい、この選択肢、つまりこのギザギザのこれが1日6万回くらいあって10年間なんで、大体何ですかね、3000日くらいあるんですかね。3600日くらいあるんですね。3600×、6万回このギザギザがあってようやくここにたどり着いたわけです。これが大切です。私がお伝えしたいのはここなんです。じゃあ、このギザギザの一つは、悪い方を選んだことがたったの1回でもあったんですか？今までたったの1回でも自分は自分のことを悪くなれって思って選んだ方がありますか？ないんです。すべて、全部、その時点の自分が最良と思うものを選んできた結果なんです。例えばこういうことを言う人がいます。今日飲み会に行きたいんだけど仕事で行けないっていう人がいます。今からその言葉遣いやめてください。なぜならば自分に嘘をついたことになるからです。正確に言います。脳の中で起こっている判断を正確に言葉にします。飲み会に行きたい。これもそもそも行きたくない人もいますよ。行きたいとしましょう。飲み会に行きたいんだけれども、私は仕事を休んで飲み会に行くと社会的制裁を受けたり、信頼してる人からの信頼を失ったり、人によって違いますけど、それいろんなデメリットがあるので、自分の持ってる価値観的に最良の選択肢として、飲み会に行くよりも仕事に行った方が得だ。だから飲み会に行けないんじゃないです。行かないなんです。このこと、つまりすべて自分の選んだ通りになってるんですね。そしてそれはどうやって選んでるのか、一番いいと思う選択肢を選んでるんです。その人がその時点で持ってる価値観。そうですよね。仕事を休んだら社会的制裁を受けるとか、その人の信じている、本当かどうかわからない価値観ですよね。例えばその飲み会に行ったら、将来の本当の、もうこの人しかいないっていう白馬のお道様や女性がいて、その人と結婚することになるかもしれないにもかかるそのメリットは取らずに、今日も同じ仕事をするっていう方を選ぶっていう自分の価値観ですね。これ、行けって言ってるんじゃないですよ。だって何が正解かなんてね、そんなの分かんないんですから。じゃあ言いますよ。もし、これが飲み会じゃなくて、ね、大事な私の子供が死んだとかね。私も4人子供いましたけどね、1人、この間亡くなっちゃいましたけどね。そういうような、ことがあったら、仕事とかね、行かないでしょそっちの病院とか行くでしょ。つまり、社会的制裁よりもそっちの方がそれは行かないと道義的にまずいとか、そういうのを考える人もいるかもしれないですけど、本当に行きたいところには行きますよね。つまり、結局、それのメリットの方が、仕事をやるメリットよりも低かったから飲み会行かない。もしくは、本当に飲み会行きたくなくてね、仕事を言い訳に行かない人もいるんですけども、なんでそういう言葉遣いやめてくださいと言ったかというと、自分に嘘をつく、つまり自分の言葉を一番聞いている自分自身に対して間違った思考の癖をつけていくことになっているんです。そして実際もうそうなっているので、ちょっとね、50歳超えている方はもはやその思考の癖は相当治らないので、そうなんだな、くらいに思っておいてください。ただ40代くらいの人は、まだね、治る可能性があります。この思考の癖を3歳から10歳の間に大体決まっちゃったんですけれども、それからずっと使い続けてきて、これがこの世の変わらないルールだとすでに信じてるんですね。なぜならば言葉を使って以外は我々は考えることができないから。じゃあもう一回この画面の話に戻りますよ。ギザギザ、ギザギザいった。最良の選択肢を選んだ。いやー、これはリスクが高いからやっぱり A の道じゃなくて B の道を選ぶべきだって B 選んだら、うわー、大損した、どうしようどうしよう。これもその時点でね、自分が信じる最良の選択肢を選び続けていったわけですよね。自分の価値観で選んで、今ここにいるんです。つまり今ここにいるのは、今自分が持っている価値観で最良の自分だということです。もう一度言います。今自分が持っている価値観で最良の自分が今ここにいるこの自分なんです。なぜならば一回も自分が悪いと思う、自分の価値観によれば悪いと思う選択肢をしてこなかったから。これ疑えますか？これ事実なんです。ということはですね、もしこれになりたかったのに今なってないんだとしたら、もしこれになりたいのになってないんだとしたら、自分が悪いんじゃないんです。自分の価値観が悪いというか、これになる価値観じゃなかったってことです。過去を思い出してください。過去のどっかの時点で、例えば政治家の選挙の応援をしてくださいとかって言って、いや、そんなの自分じゃねえ、やんないし、みたいな。いや、そんな恥ずかしいし、いや、そういう人柄じゃないしという価値観を持っていたからそこに行かなかったんです。もしくは、そういうのを手伝ってくださいというポスターが一瞬目に映りました。そういう価値観だったか、じゃなかったから、そんなポスターを見た記憶すら残ってないんです。でも、必ず今まで見てるんです。でも、もしそんな価値観を持っていたら、俺は必ず政治家になる。例えばですよ。俺は必ず政治家になる。そして、もう何のコネもないから、とりあえず近くの代議士のお手伝いをしまくって、絶対になるんだ。目を覚えてもらうんだ。こいつはすげえやつだと言ってもらえるんだという価値観を持っていたら、そういう行動をして、そこに行って、つまり、行動というレストランの料金を支払って、必ずその現実が起きているんです。アンソニー・ロビンズの言葉にこういうものがあります。人は1年間のうちにできることを過大評価して、こんだけやるって言って大体できなくなる。しかし、人は10年間でできることを過小評価して、10年後にこの程度だろうっていうふうに思ってるっていう、まあ、そういうね、言葉があるんですけれども、それを表しているのはまさしくこの価値観なんです。だって、いいことやれば価値観がアップデートしていって、今の自分の延長線じゃないんです。そこから飛躍的になりたい自分になっていくんです。という話をして、もう一回こっちの、この図に戻ってきましょう。いいですか？ここからさらに面白いですよ。大切なのはね、これから10年前の自分を思った自分に慣れてない理由は分かりましたと。ここから聞いてください。今から10年後も全く同じことが起こるんです。ここにね、今から10年後の、まあ2032年ですかね。32年の自分がいるわけです。まあ当然ね、体力も衰えてるでしょう。体もね、少し弱くなったり、こう目も悪くなったりしてるかもしれません。それはもうしょうがないです。自然の摂理なんでね。願っても、重力がなくなれって願ってもなくなりませんよ。自然の摂理はね、宇宙空間に行けばとかって、まあ、それは置いといてください。原理原則という定義をお話します。原理原則は、自分が何をしようと必ずそうなるので、それも認めてください。原理原則は、地球上のどこでやっても、誰がやっても、いつやっても、必ずそうなることを原理原則と言います。だから、重力とか科学の法則は全て原理原則ですね。例えばこのコップを手を離したら落ちます。いやいやいや、私が手を離すとなぜか浮いていくんですっていう人は一人もいないわけです。原理原則だからね。誰がやっても。で、地球の反対側でやるとね、これ浮くんです。ないんです。原理原則だから。地球上のどこでやっても。いや、3年前は手を離したら浮いていったんですけど、今は落ちるんです。そういうこともないわけです。いつやっても必ずそうなる。この原理原則。これが、さっきのこの世はレストランって話もそうですけれども、これもそうです。今の自分の価値観に従っている限り必ずなりたい自分になってなくて、今の自分の価値観の延長線上の自分になります。そりゃそうですよね。ちなみにジェームス・スキナーはこう言っています。今の自分の行動を変えないで違う結果を望むのは精神異常者だと。確かに。自分の、今の自分の行動を変えないで、異なった結果を望むの精神異常者だ。確かに。だって、この行動をしてきた結果が今これなんですよ。で、行動っていうのは脳の中に電気を流すこと、脳から電気を出して筋肉を動かすことですね。だからそれを精神異常者って呼ぶっていうのはね、過激な言葉ですけど、私は全くその通りだと思って。でも行動は変わらないんです。なぜならば、人間、すべての人間の行動基準はたった一つで全員同じだからですね。全員同じはずないでしょ、行動基準がって今思いましたね。違うんです。全員同じ行動基準なんです。今から言いますよ。その通りだと思います。この行動基準しかないんです、人間の脳は。だって人間の脳のこうね、いろいろ研究して、こうなってこうやったら動くとかっていうのをね、やって研究してるわけですよ。で、その結果、もうこれは明らかなんです。人間の行動基準は、快、心地よいものに近づいていく。快不快の快ですね。そして痛み。不安とか恐怖とかも全部痛みなわけです。痛みから遠ざかる。快に近づき痛みから遠ざかる。この行動基準しか存在してないんですね。全部そうです。なぜ人によって行動がじゃあ変わるのかというと、何が快で何が痛みかが人によって違うからです。例えば、タバコを吸う人と吸わない人がいたとしましょう。タバコを吸う人は、タバコを吸うというこの行為が快に結びついてるんですね。どこで結びついてるんですか？あなたの脳の中で結びついてるんです。タバコを吸わない、嫌いだ、嫌だ、副流煙やだ、禁煙権ってやってる人は、タバコのその匂いは嫌いだというところに、痛みだというところに結びついてるんですね。あれを不快な感じがする。痛みとは不快な感じです。例えば皆さん、こう言われたらどんな感じがしますか？はい、今すぐ外に出て、銀行強盗をして、来ましょうみたいな。バカじゃないの。まあね、それね、本当にやってくる人はいないと思うんですけれども、ね、今、もしそれ本当にやらないといけない状況に追い込まれたとしたらね、例えば人質を取られて子供をね、なんかこう殺されるとかですね。本当に銀行強盗やらなきゃいけないから。もっと言えば、ね、誰かを殺してくださいとかって言われたら、どう思いますか？もうすごいもう心が痛くて、もう葛藤して、もう痛くて、心地悪いですよね。それが痛みです。強制的に神経細胞でその痛みのところにつながってるのもありますよ。つねったら痛いとかね。腕が切れたら痛いとかね。これも痛みのところにつながってますよ。脳細胞の。その痛みを感じるところにつながる知識、記憶。これをね、専門用語では参考材料とか参照枠とかリファレンスフレームっていうふうに言います。後で調べたい方はメモってください。参考材料。脳の中の参考材料が違うから、我々は、ある記憶が快に結びついたり、痛みに結びついたりしてるわけですね。例えば、中学校の時にたまたま告白した相手がたまたま OK してくれた人は、こう思うわけです。俺って誰に告白しても必ず OK って言ってもらえるイケメンなんだぜっていう、っていう記憶が残るわけですね。だから、女性に声をかけることが快に結びつく参照枠を手に入れたことになります。で、人間というのは頭が良すぎるので、たった1回か2回、起こったことがですね、延々と起こるっていうふうに勝手に思ってしまうんですね。パチンコやる人、こういう、あるんじゃないですか。お、やった、大当たりだ、なんでだろう。あ、隣の人がタバコ吸ってたからだ、わーい。隣の人がタバコ吸ってると、俺は大当たりする人間なんだってね、思ってる人を見たらどう思いますか？バカじゃねえのかって思いますよね。思うけど、思っちゃうんです。学習能力が高すぎて、関係ないことも関係あるように思う。逆にね、自分が告白して、たまたま振られたった人は、僕は誰に告白しても必ず振られる、もう、願いの叶わない男なんだという参照枠を手に入れて、女の子に声をかけるとか、男の子に声をかけるってことが、こう痛みに結びつくんですね。それが次の行動を生んでいくわけですよ。だから行動基準はたった一つです。快に近づき、痛みから遠ざかる。ただ、何が快と結びつき、何が、痛みと結びついているかは全員そこの、特にですね、3歳から10歳までに得た経験によるわけですね。だからそしてそれは頭の中では全て、言葉と思考。同じものですよ。言葉と思考イコール脳内の電気信号。脳の回路によってただ形成されてるんです。だから我々は考えてるんじゃないんですね。自動的に過去の経験によって作られた脳内配線に電気が流れたことを考えたと言ってるだけなんです。はい。じゃあこの話に戻りますよ。今からまた選択肢が出てくるんです。で、どうしようかな。どうしようかな。で、それがギザギザになって1日6万回くらいギザギザして、本当はこれになりたい。本当は学校を作ってみんなに幸せを届ける人間になりたい。でもお金がないからやめたとかね、これお金がないからやめた、やろうと思ったけどできない、やろうと思ったけどできないっつってなるかもしれないです。じゃあお金を作るのが当たり前の自分になる。そのためにはどういう価値観を持っていたらいいのか。価値観なんです。自分が選べるのは。なぜならば、これから10年間、20年間ずっとまた自分が一番いいと思う選択肢をただ脳に電気が流れて選び続けているだけの機械だからです。我々は。我々にできることは一つだけです。自分の価値観、つまり何をいいと思って何を悪いと思うのかをアップデートしていくことだけなんです。それが多くの人はできない。なぜできないか。今持っている自分の価値観が大切だからです。一言で言えば。今持っている自分の価値観が大切で、これが使い物にならないと分かっているにもかかわらず、それにすがってそれを守ろうとして、今の自分の価値観の延長線上の自分になっていくんです。はい。それでは、ワークに入りたいと思います。1分間です。紙と鉛筆を取り出してください。1分間です。この1分間で人生が決まります。この1分間で書けないことは実現できないと思ってください。ワークの内容はこうです。なりたい自分。お金がいくらでもあって、時間がいくらでもあって、誰に何を言われることもないとしたら、どんな自分になりたいのか。それはお金を持っているということではありません。それはどんな考えを持った自分、どんな価値観の自分なのかっていうのを書いてください。この1分間です。たった1分間で人生決まります。用意スタート。私が今からいろいろ言います。いろいろ言いますけども、無視し、こっち向いたりしなくていいです。ひたすら書いてください。ヒントを与えるので書いてください。あなたはどんなとこに住んでるような考え方の持ち主ですか？あなたはお金の制限がなければどんな自分でいたいんですか？あなたは時間の制限がなければどんな自分でいたいんですか？あなたの周りにはどんな人がいてほしいんですか？芸能人ですか？自分の好きな趣味の分野の大家の方ですか？裏千家の方ですか？自分はどんな人と一緒にいたいんですか？どんな人と一緒にいる価値観を持っている人間になりたいんですか？自分は何を大切だと思っていますか？何を重視しようと思っている人間になりたいんですか？自分は、本当の自分は何の制限もなかったら一体何になりたいんですか？どんな考え方を、どんな価値観を持っている人間になりたいんですか？誰に幸せを与えたいんですか？誰と幸せを共有したいんですか？どんな未来なんですか？あと30秒です。あと30秒のうちにもし書けないとしたらその自分にはもうなれないと思ってください。だから全部書いてください。惜しみなく。遠慮するな。遠慮する必要はない。あなたの人生だ。あなたの脳の中で起こっていることだ。レストランに注文すればいいんだ。そのための価値観を手に入れよう。価値観さえ変われば、自分の行動が変わる。なぜならば、今の行動は全て今の自分の価値観から生み出されたものだからだ。何を重要だと思うのか。私にはチャンスがなかったんじゃない。チャンスがない。そのチャンスを選ばない価値観を持っていたとだけなんだ。そしてそれで10年後、20年後がそのまんまただ、このギザギザがギザギザしてってどこに行くのか決まるんだ。1日に6万回、そして10年間で約3万日。この膨大な時間、今の価値観のままで生きていっていいんですか？残された時間はあと何日ですか？わかりません。はい、あと10秒。書いてください。どんな自分になりたいんですか？学校を作りたいんですか？本を出したいんですか？考えを広めたいんですか？恵まれない子供を救いたいんですか？どんな人間になってるんですか？あなたは10年後、20年後。はい。一回やめてください。はい、こっち見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。書ききれてないよ。そんな準備いきなり1分間でできないよ。っていう人。お、だいぶ価値観が変わったんですかね。なんかみんなできてるんですね。結構書いたんじゃないんですかひょっとして。はい、じゃあ、もう30秒だけ。用意、始め。出し惜しみしないでください。遠慮しないでください。自分の人生に遠慮してる暇はありません。どうせ死ぬんです。死んだ時には何も持っていきません。持っていけるのはあの人はこんないい人だった、あの人にお世話になった、あの人にのおかげで今の自分があると言われる、自分が死んだ後の人々の中に残っている記憶だけです。私の母は死にました。そして大切にした日記を全部シュレッダーにかけました。あの世には何も持っていけないんだというふうに気づきました。お金も生きている間にはうまく使います。でも、お金を集めるために生きてるんじゃないんです。価値ある考え方をシェアして、みんなにこの普遍の原理原則をお伝えしたい。そして、私のようになりたい自分になって、毎日やりたいことだけやってる自分になっていただきたい。そうなってる人もさらにこの考え方を手に入れて成長していただきたい。書いてください。遠慮する必要はありません。本を出したいんですか？学校を作りたいんですか？社員を幸せにしたいんですか？家族を幸せにしたいんですか？はい、ありがとうございます。これは、もう今書いた、この今書いたことが、今頭の中に浮かばなかったことは、おそらくもう、一生二度と実現できません。それでも足りない。でも自分の価値観がアップデートされることによって、次のそのアップデートされた価値観によってなりたい自分っていうのが出てくるんですね。そうするとまたそれは変わってきて当然です。変わってきていいんです。今書いたその自分。その自分に名前をつけてください。すべては言葉ありきです。今その自分に名前をつけてください。私だったら例えば茂みなので、名前が茂みなので、茂茂みっていう名前にしてください。あやこさんだったらあやあやこにしてください。何でもいいです。まあその自分だと分かるもう一個の名前をつけてください。茂茂木でもいいです。はい。じゃあその自分、それが10年後の、さっきのぐちゃぐちゃ言った10年後の自分です。その10年後の自分、なりたい自分になってるはずですよね。その私の場合で話しますね。しげしげみは、なりたい自分をすでに達成している自分です。10年後のになりたい自分を。20年後になりたい自分はまたさらに進化してますよ。10年後になりたい自分のことをしげしげみ、そしてしげしげみの価値観で今日から生きると決めてください。なぜならば、今の自分の価値観で、僕はね、これはね、A か B かちょっと A かなってやってると、ね、しげしげみにはなれません。しげしげみだったら絶対こんな価値観持ってるはずだ。このチャンスを逃さないはずだ。この大変な仕事を与えられたときに、今の僕は嫌だって言うかもしれないけど、しげしげみだったらこの大変な仕事を喜んで、はい、かしこまりましたって言うはずだと思ったんだったらそうしてください。なぜならば、なりたい自分をすでに達成している自分の価値観で生きること以外になりたい自分になる方法はないからです。目を潰れる人はつぶってください。はい、そのしげしげみ、10年後の自分のさっき書いた文字を思い出して、心の中で読んでみてください。こういう価値観を持った自分、こういうことをしている、周りには誰がいる、どこに住んでいる、恵比寿の、タワーマンションの、最上階でワイングラスを回しているとかでもいいですよ。それを言ってください。頭の中自分の書いた。そうです。言うだけじゃ足りません。目で見てください。私が今からいくつか質問します。その質問に心の中で答えてください。あなたは今、誰といますか ?10 年後のあなたです。しげしげみとかね、その10年後の自分に問いかけてください。あなたはその瞬間、その場所に行ってください。10年後の。どこに住んでいますか？そうですか。そんなところに住んでるんですね。海が見えるんですか？山が見えるんですか？そうですね。そういうところに住んでるんですね。はい。笑顔ですか？そうですね。壁は何色ですか？ちゃんと見てください。見るんです。その姿を。どんな価値観を持っていますか？何がしたいんですか？そして何をしているんですか？どんな仲間と一緒にいますか？どんな仲間と一緒にいますか？どんな仲間が隣で微笑んでいますか？笑っていますか？何を分かち合っていますか？その窓から何が見えますか？見てください。何が見えるんですか？素晴らしい夕日ですか？素晴らしい朝日ですか？海ですか？ビーチですか？何が見えますか？そうです。見てください。自分が見たこと。そして、どんな価値観で。人によってはどんな車を持って、どんな家に住んで、家族なんですか？芸能人ですか？誰と一緒にいますか？どんな夢を達成していますか？その人。鏡を取り出して、その人の顔を見てください。10年後のあなたです。そう、しげしげみ。しげしげき。誰でもいいです。その名前。自分の未来の自分に名前をつけたその名前の人に鏡を見て、手鏡で覗き込んでください。どんな顔してますか？嬉しそうですね。喜んでますか？うん、幸せそうですか？お前よく頑張った。本当によく頑張った。お前のその価値観、最高だ。今日から俺もその価値観で生きていく。その価値観で選択していく。この1秒1秒の選択を、1秒1秒転がってくる、強制的にさせられているこの選択を、あなたの価値観で生きていきます。はい、目を開けてください。ありがとうございます。これね、本当にやってくれた人は本当にそうなります。なぜならば、羽生結弦も、ね、フィギュアスケートの羽生結弦ですね、本番前に同じことやってます。それを達成して本当にやったのを脳の中で電気を流して実現しています。さっき言いました、私は。考えたこと、言葉はすべて脳の中に電気が流れたということである。本当に起こったことも、頭の中に電気を流しただけの想像のことも、人間の脳にとっては同じ影響を及ぼすんです。なぜならば同じ場所に電気が流れているだけだから。これは脳の仕組みから言って、もう変えられない事実なんです。はい。ご清聴ありがとうございました。今日のね、セミナーありがとうございます。まあね、次回はこの話をベースに、チャンスをつかむ方法とか、時間にレバレッジをかける方法だとか、さらにね、マネーリテラシーはね、あんまやんないですね。うん。これはまた、マネーリテラシーがないと、どんだけ頑張っても結構ね、無駄なことやってたりするので、無駄っていうのは、この世に対しての成果が出ないことですね。自分がやりたいことと、この世に対しての成果が出ることって結構違いますんでね。これはもう早めに身につけた方がいい。はい、じゃあ次回。面白いと思ったら誰を連れてきても OK。講演その2、今度はですね、日曜日じゃなくて金曜日になります。時間は同じです。ぜひ、その2から聞いてもね、楽しめる内容でお話ししていきますので、今日のやつ面白かったなって思う人は次回連れてきてください。それでですね、最後、ご協力なんですけれども、このご参加の方はですね、ここの QR コードから、もしくはFacebook に貼ってあるリンクからですね、アンケートを書いていただけると、私の励みになって、またね、次こんな話してほしいな、なんていうことがあったら、ぜひ書いてください。反映される可能性があります。そしてその中にですね、オープンチャット、鬼まむし沢茂みっていうのもありますので、そこに登録していただくと、それだけで、本当にね、考え方が変わる、有料講座の動画も、シェアさせていただいてます、無料で。オープンチャットの方ね、入るのは無料なので、このアンケートフォームの中にオープンチャットの URL がありますので、そちらにも行ってください。今日は皆さんどうもありがとうございました。皆さんに最高の幸せが止めどなく溢れ出し、それが雪崩のように流れ込みますように。さようなら。